はい、こんにちは、グリードです。今日は世界で一番プレイされている FPS をやっていこうと思うんですけど、何でしょうか？ Apex、 バロラント、カウンターストライク、違います。我らが COD、 コールオブデューティーですね。2023年最も世界でプレイされたゲームランキングっていうのが発表されました。 PC、 PlayStation、 Xbox、 Switch、 全てになりますね。まず PC のランキングから見ていきましょうか。こんな感じ。1位がフォートナイト、2位ロブロックス。ロブロックスっていうのは、まあ無料のクリエイティブゲーム、ユーザーが作成したゲームを他の人が遊べるっていう、無料ゲームですね。で、3位がマインクラフトとなっております。4位カウンターストライク。いや、やっぱカウンターストライクって、まあ、ヨーロッパがすごい強いのかな。未だにとんでもない人口いますからね。で、シムズとか。かなり洋芸だなっていう。で、6位がコールオブデューティー。リーグオブレジェンドが意外と低い。だな。で、バロラント。で、グランドセフトとロケットリーグ。ロケットリーグ？ロケットリーグ入ってくるんだ。1位のフォートナイト。去年ね、フォートナイトっていうのは、アンリアルエンジンによるクリエイティブモードみたいなのが発表されて、それがかなり革新的になったんですよね。で、フォートナイトイコールバトロワじゃなくて、なんかもうバトロワモードっていうのは、フォートナイトの一部にしか過ぎないみたいな感じになったんですよ。で、フォートナイトの中でもう全くの別ゲーが作れるようになって、バーチャル世界というか、フォートナイトを通していろんなことができるよみたいなゲームに変わったんですよね。結構これ日本だとあんまり知られてないような感じがするんだけど、そのフォートナイトが1位。まあ、これは納得かな。次、プレイステーション。こちらでも1位がフォートナイト。2位、グランドセフトオート。グラセフがまだ入ってくる。そして、コールオブデューティー、モダンオフェアですね。またロブロックス入ってきますね。ロケットリーグ、マインクラフト。レインボーシックスね。レインボーシックス、まあ、あれ、あ、でも去年だよね。なんか、今年に入って少しね、また盛り上がってたけど、レインボーシックスもやっぱまだ根強いですね、意外と。で、エイペックスレジェンズ、フォールガイズと。まあ、エペの順位がやっぱり、世界だと低いっすよね、思ったより。やっぱ日本の流行り廃りってのは世界と比べたらすごい小さな村の話なのかなっていう順位になるかな。次、Xbox。まあ、Xbox はかなりアメリカが主流になってるかなと思います。1位、フォートナイト。ここでもフォートナイト。もう全部フォートナイト。そして2位が、コールオブデューティー、モダンウォーフェア。3位、グランドセフトオート。グラセフもやっぱずっと強いですね。で、マインクラフト、ロブロックス。ロブロックスが本当に海外のやっぱキッズ層に強いのかな。で、レインボーシックスがね、すごい入ってきますね、6位に。スターフィールド入ってきました、去年の。ね、Xbox のビッグタイトル。で、Apex Legends と FIFA になってます。まあ、Xbox はまあ、アメリカがメインなので、タイトルもそれに近くなるかなっていう、アメリカが好きな、アメリカのゲームショップ行った時、やっぱり Xbox と Call of Duty っていうのがドドンって出てるんで、まあ、それに近いようなランキングになってますね。で、最後、Switch ですね。1位、Fortnite。はい。全部入りました、Fortnite。すべて1位です。いやー、これはね、まあ、さっき言ったそのクリエイティブモードが進化したことによって、本当にね、バトロワだけのフォートナイトじゃないっていうところで、もうすごいですね。2位がゼルダ、スーパーマリオ。まあこれやっぱりスイッチ、日本のゲームが入ってきますね。マリオカートとか、マインクラフトね、ポケモン、フォールガイズとか。で、まあ意外なのが、やっぱりコールオブデューティーね、日本だと散々オワコンオワコン言われてますけど、コールオブデューティーこの順位だと、まあ、世界で、ね、全機種含めると世界で一番プレイされてる FPS になりますよね。しかもコールオブデューティーって、まあ、20作品以上あるんですけど、アメリカサーバー行けばめちゃくちゃどの作品も人がいるから、それ全部合わせたらとんでもない人口になる気がしますね。コールオブデューティー COD 民もうすうす気づいてると思いますが、この順位おそらく、マルチプレイヤーではなくてウォーゾーンの方ですね。無料のバトロワのウォーゾーンの方の人口がかなり多いと思います。もちろんマルチプレイヤーも世界は多いと思うんですけど、やっぱり今の主流はウォーゾーンなので、なので世界で一番プレイされてる FPS となると COD ウォーゾーンになるのかな。 COD オワコンオワコン言われてますけど、まあ世界では結局一番プレイされてる FPS だから、まあこの先もしばらく安心じゃないかな。もう10年先までね、スケジュール、COD のスケジュールっていうのは決まってるらしいから、数年、十数年、しばらく安心じゃないですかね、Call of Duty は。次回作が出ることは間違いないとは思います。今の時代ね、やっぱ無料で面白いゲームだとしても、やっぱ人口は確保できないっていうね、時代になってますからね。ね、それでどんどんね、サービス終了したいとか、次回作作られないとかよくありますから、その中でまあ、COD頑張ってるんじゃないかなと思います。
すげえ偉そうな感じになっちゃったけど、まあというわけで今日はね、久しぶりに、まあ、僕ずっとマルチプレイヤーばっかやってるんですけど、ちょっとウォーゾーンの動画を撮ろうかなと思うので、まあこの後ご興味ある方はこのまま引き続き世界一遊ばれてる FPS どんなもんだっていうのを、まあ、ご覧いただけたらなと思いますが、まあもういいやっていう人はね、もう戻っていただいて結構です。はい、オーライ。というわけでウォーゾーンリサージェンス新マップというより復活マッププレイしていきましょうか。よっしゃ行くぜ。結構マッチング早かったな。リサージェンスはやっぱなんかアジアでも人気なような感じがするね。よし、さあ今回クワットなんで4人体制、まずはアイテム拾っていきましょうか。どうだろう、マップ自体僕まだあんまりプレイしてないんだけど、ほとんど昔と一緒なのかな、マップの形とかも。お、これはショットガン。今作のウォーゾーンになってからね、海外の方では非常に盛り上がってるんですけどね、一番ウォーゾーンで視聴者を集めてたニック・マークスっていうね、海外のトップストリーマーがいるんだけど、もうウォーゾーンでどうせ10万人とか集めるような人だったんだけどね、その人がね、最近エペからその COD ウォーゾーンの方に帰ってきて、まあ、それで、より、人が増えたかなっていう感じがしますね、向こうは。ある程度、ロードアウトも揃って、武器が固まったので、やっていきましょうか。まあ、基本的に、このモードは、キルしてなんぼというか、まあ、復活ができるから、とにかく、突っ込んで、恐れず、戦っていきましょう。ロードアウトじゃないか？ OK、ワンダウン。いいね。そこ優勝目。さあ、新武器の力、見せてくれ。いいね。ん？これはドローン？味方のやつかな？強いぜ。新武器ちゃん。危ない。こんなところに隠れとったか。これなんだっけ？アメコミのザ・ボーイズだ。ザ・ボーイズの足が速いやつ。名前で出てこないわ。羽はそんなに持ってなかったか？この人。空爆呼んじゃおうかな？エアストライクオンライン。いってらっしゃい。この武器もすごい強いが、弾が一瞬で切れるな。切れる。弾がなくなる。おお、空爆の量が凄まじいぜ。一回寝るね。二回か。これ、ナイフで削って、一旦巻こうか。ぐるぐる。今の敵じゃないか。味方とスイッチ？スイッチン？味方も上行くなら僕も上行くよ。どうだ？上取った。スヌープドッグいるよ。うわー、グレネード。一旦落ち着こうか。これがウォーゾーン。後ろ敵。これがウォーゾーン。これ配信でやるとね、マジで、コメント読む暇ないからね。どんどん敵来るから。上空に敵。皆さんついてこれてますか？大丈夫ですか？これ。敵の空爆です。一旦家中退避しようか。ん？これ敵じゃん！よう勝ったね、今の僕。アーマー巻いて。アーマー巻いて。グレネード注意。これ一旦落ち着いて、回復入ろうか。オッケー、格殺だけして、もう何が起きてるか全くわかりません、自分も。とりあえず目の前に来た敵だけを倒してるような感じではあるが。よし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 。また敵の空爆？どうなってんだよ、これ。敵の空爆がうちらの上、屋上に落ちてるから、一旦、上上がらずに、様子見ようか。うわー、くっついた！最悪や！セブテックスくっついた！味方が4人同時にやられなければ復活ができるから。終盤以外ね。終盤以外。今味方が1人生き残ってくれてるんで、この20秒間、生き残ってくれ。頼む。これマルチプレイやった方がいいんじゃないかって思うところもあるんですけど、まあ海外の人はこういう戦闘しまくる方が好きなんですよ。うん。なんか僕の周りめっちゃ敵来てるな、これ。まず1枚やって、もう1枚やって、ダブルキル。これリロード間に合うか。中に入ってリロード、もう一回アタック。
わあ超耐えたけどね一人でよう耐えたよ、僕。円がだいぶ小さくなってきたから、僕、復活ができるか？そろそろで復活なくなるからね。いるね。いやー、追いかけてくんのかよ。はあ、おお、おお、ナイスカバ。カーミー。それはナイスカバや。